厚さは価格により約1から2.5センチメートル。写真は黒パイ。マージャンパイのような白パイもある。パイ9はパイ9パイを用いた主に中華圏で行われているゲームである。米国ではパイ号をポーカーと区別するためパイガウタイルズとも呼ばれる。一部のカジノ絵も導入されている。パイ9の歴史は明らかでない。 使用するパイのデザインはドミノに似ているが、両者の関係は不明である。マージャンとの関係も明らかでないが、マージャンパイの6等7等のデザインは明らかに、パイ9に由来する。パイ9ハイは、骨敗とも言う。しばしば、北総末の線は2年にすでにあったと言われ、このため、栓和敗とも呼ばれるが、この説は、民末の17世紀になって、初めて現れる説であり、 伝説の息を出るものではない。パイ9は、また、酒礼の道具としても用いられた。功労夢第40回で、即興でイの名前にンを合わせた句を言うゲームをする、シーンが有名である。スチュアートキューリンの紹介によると、19世紀末には、ダテン長魚、キムタイショップなど、パイ9パイを使った、様々なゲームが行われていた。朝鮮では、 コルペと呼ばれる。サイコロを2つ並べたようなデザインを持つ21種32枚の灰から構成される。1と4の目が赤いのが特徴である。各灰の名称分灰全32灰中11種は全く同じ模様を持つイが2枚ずつある。これを分灰もしくは、フミコと呼ぶ。部灰全32灰中分灰22枚を除く10種を分灰もしくは、 タケコと呼ぶ。部配は、目の合計によって、以下のように分類される。役は、タイパイもしくはドイツの2パイからなる。第16位までのペアの役を、特に、某と呼ぶ。以下に、役の強さの順位を示す。簡略化すると、役の強さはの順となる。2パイの計算例もし上記の役がないなら、2パイの和を計算し、10の位を切り捨てて扱う。 数字の和の位の位を比較し、9が最高で、以下8、7、6、5、4、3、2、1と弱くなっていき、0が最も弱い。定 3π と 24π は、計算時3としても6としても、自分の有利なように使うことができる。組み合わせは3通り存在する。π5 を覚えるには、この2組に分割するときの基本的なルールを覚える、ことが重要である。 分け方の基本は、役があるときは役を優先させる。役がないときはできるだけ、両方の手の輪を急に近づける。右の図では、ABCD と組み合わせるとどちらも0になってしまう。ACBD ならばどちらも5になる。ABC ならば3と7ができる。左右どちらも8のペアだが、左は、相比と、右は、雑8なので、 左の方が高い役になる初心者は役を覚えることが第一歩。最初から役の順位は覚えなくてよい。点9は π9π を使ったトリックテイキングゲームである。1枚だけでなく2枚3枚4枚の組をまとめて出すことができる。π の代償関係は π9 と同じだが、分配と部配は別々の数トとして扱われ、両者の間には、 大小関係が存在しない。三枚以上は、分配と部配を組み合わせる。可能な組み合わせには、天と九、地と八、人と七、和と五があり、組み合わせ方には、分二枚と、分一枚、分一枚と、分二枚、分二枚と、分二枚,枚の三種類がある。四人で遊ぶ。各人に八枚ずつ配る。親が一トリック目の配をリードする。二トリック目以降は、 前のトリックの勝者がリードする。フォローは、同じ枚数、同じ組み合わせ方、同じスートで、より大きなパイを出すか、リードと同じ枚数の2意のハイを伏せて出す。子孫だからのペアはリードした時には最強だが、フォロー時には、最も弱い。最後のトリックに勝った者が勝者となり、次回の親を務める。他の3人は、 自分の勝った数と4との差が点数となる。プラスなら、勝者から受け取り、マイナスなら、勝者に支払う。ただし1トリックも取れなかった人は、5点を支払う。以上の他に、トリックに勝った時に即座に得られる点数がある。最後のトリックを、定算子孫だから、4枚組のいずれかで勝ったら、最後の点数計算が、倍額になる。親は、 受け取るときも支払うときも点数が2倍になる。連チャンすると3倍4倍と増えていく。特別なルールとして最後のトリックが1枚だけのとき、それまで1トリックも勝っていないものは勝つことができないというものがある。詳細は ZH.9 を参照。ここではカリンに述べられているルールを記述する。 三人から六人で遊ぶ。一人が、親となる。最初の親はサイコロで決める。各人はかけてから五枚の手札を見て、そのうち三枚を、目の合計が十の倍数になるように捨てる。捨てられない場合は、ムースといってその場で負けとなり、かけ金は、親のものになる。親が、ムースの場合は、親の負けとなり、 三枚を捨てることのできたすべての子に、掛け金と同額を支払う。親と一人以上の子供に三枚を捨てることができた場合、残り二枚の合計の一の位の大きさを競う。で、3と24は3と6のどちらにもなり得る。親より多ければ、掛け金を同額を得る。親より少なければ掛け金は、親のものになる。同点なら引き分けとなり、 賭け金のやりとりは発生しない。親が、無牛だった時は、次回の親は変わらない。それ以外の場合は、右隣の人が次の親になる。現在では通常トランプを使って行われ、多くの役がある。バカラのように、誰が勝つかに観客がかけるやり方もあるが、省略する。カリンは、役について何も記していないが、現在の中国の闘牛。 朝鮮の鳥じっこ店、日本の5枚株などの同型のゲームはいずれもペアを作ると役になる。ここでは、カリンに述べられているルールを記述する。二組の札を使い、2から3人で遊ぶ。主札は2人なら12枚3人なら8枚とする。場札は常に16枚である。親から順に手札と場札を目の数が同じになるように合わせる。 合わせられない時は主札を場に一枚出す。それから山札をめくって同様に場札と合わせる。合わせられない時はそれも場に置く。合わせることのできた札は自分のものになり自分の前にさらす。これを手札がなくなるまで繰り返す。最後にさらした札の点数を計算する。目の数が7以下の札をさよりといい、その点数は赤い点の数になる。 目の数が8以上の札を大行と言い、その点数は目の数の2倍になる。各札の点数を合計して1の位を切り上げたものがその競技者の得点になる。得点の最も多いものが勝者となり、他の競技者は勝者との得点の差額を支払う。定3と24は互いに合わせることができる。天敗が手札にあるきは、 合わせずに直接自分のものにできる。場に、同一の札が2枚出ていて、3枚目を手札に持っている、場合、その主札と場札を場に積んでおくことができ、その場合は同一の札の4枚目で全部取ることが、できる。現在は、トランプを使った、同様のゲームが、コーテンという名前で行われている。釈義は、パイキューパイを使ったドミノによく似たゲームである。 二人から四人で遊ぶ。各人に八枚ずつ配り、各人は主札をドミノのように場に出ているパイの列に対して繋げていく。繋げられない場合は、主札から任意の一枚を伏せて自分の前に出す。一度伏せた札は使用できなくなる。誰も主札を出すことができなくなったら、プレイは終了し、残った手札の目の数の合計が一番少ない人が価値になる。 詳細は、ZH、釈儀を参照。ありがとうございます。